はい、AK2 級の、文章です。とりあえず、読んだ後に10秒間止めますんで、読めるかどうかトライしてください。There are several reasons why cool holders are better than plastic teacups. First, after they have been thrown away, they soon break down into substances that do not harm the environment. Second, the clay that cool holders are made from actually improves the flavor of the tea. 多分10秒じゃ足りないと思うので、止めてください。とりあえず10秒間。はい、では次いきます。はい、これらの文章ですが、就職の部分をちょっとね、消してみましたので、これでもう一回読めるかどうか試してください。一回読んだ後にね、まだ10秒間止めます。There are reasons why cool hats are better. And first, they have been thrown away. They break down into substances.Second, the clay improves the flavor of the tea. はい、では10秒が多分足りないと思うんで、足りない場合は止めてトライしてください。はい、では次いきます。はい、では意味ですけど、There are reasons、理由がありますよと、そこには。で、どんな理由かっていうと、reason why cool hados are better。なんで cool hados が better、良いのか、より良いのか、better なのか。で、first、まず、これ they は cool hados ね。それらは they have been thrown away。cool hados は、捨てられますと。そしたら cool hados、they cool hados は、break down into substances。壊れて、ブレイクダウンして、into substances。サブスタンスに変わりますよっていう意味ですね。で、セカンド二つ目に、the clay、粘土っていうのは、improve、改善、より良くしますよと。クレイはより良くしますよ。何用かっていうと、the flavor of tea。フレーバー、ティーの味を、より良くしますよっていうようなね、意味になります。これが一応この文章のね、核ですね。中心となるような意味になります。これにいろんな修飾語がいっぱいついているので、これを見ていきます。はい、では単語とか見ていきましょう。throw away で捨てるですね。break down into ブラブラブラで、なんとかをなんとかに分解するみたいなね、意味がありますと。で、substances ね。物質の複数形ですね。substances。で、文章ではこんな感じで、この二つ使われてましたよと。They break down into substances で、それらは物質に分解されますよという意味ですね。で、clay が粘土です。で、flavor は味。で、味の使い方、2種類ありまして、例えば、a flavor of lemon で、レモンの味。a flavor of lemon。もしくは、チョコレートフレーバーとかで、チョコレート味とかも大丈夫ですね。これ逆でも大丈夫ですよ。A flavor of チョコレートで、チョコレートの味とか、レモンフレーバーで、レモン味とかでも大丈夫ですと。で、harm が、害を及ぼすとか、傷つけるとかですね。一応本文ではここ、ざっとでしたけど、例文は it にして、it doesn't harm the environment で、それは、否定で、環境を傷つけないみたいなね、意味になります。はい。あとは、この一文がちょっと難しいかなと思います。特にこの have been thrown away とかがね、難しいと思います。で、本文はこれ they だけで、クルハドス書いてないんですけど、ここ分かりやすくするために括弧でつけています。で、意味は、クルハドスが、捨てられた後っていう、意味なんですけど、まずこれがちょっとややこしいと。先ほどもやりましたけど、まず投げるっていう意味のスロースルースローンっていうのが三段活用であって、で、throw away で、捨てるっていう、熟語になります。そこのスローンが来ているので、thrown away で、捨てるっていう意味になりますね。まず単語。で、これ自体が、現在完了の、受け身になってるんですね。
で、こういった時は、まあ、原型とかを考えていくと、まあ、整理しやすいかなと。例文で、We throw away cool huddles。で、まあ、意味は私たちは、まあ、捨てました cool huddles を、まあ、捨てる。捨てましたじゃないですね。まあ、捨てるっていう、まあ、意味になりますと。で、これを、まあ、受け身にしてみると、cool huddles ですね。They are thrown away、まあ、by us。で、cool huddles は、まあ、捨てられましたと、受け身。are thrown away、捨てられました。私たちによって捨てられました。で、まあ、受け身が、まあ、できますと。で、次にこの現在形を完了形にしますと。それはどうなるかというと、We have thrown away them。まあ、私たちは have pp で、thrown away、捨てました。cool huddles を、まあ、ちょうど捨てました。っていうような、まあ、完了のね、意味になりますと。で、この文章を受け身にすると、They have been thrown away になります。もう一度、まあちょっとこの3つね、よく見て、なんでこれがこれになるのかっていうのを、まあ整理してみてください。はい。made from と made of ですね。本文では made from が使われてたんですけど、まあ基本的に意味は一緒です。なんとかでできてるっていう意味ですね。で、細かいことを言うと、made from の方は、まあ、見て、原料がわからない。まあ、つまり原料が加工されている場合に、まあ、一応 from って使います。例えば、plastic is made from oil。まあ、プラスチックっていうのは、まあ、オイルから作られているんだよ。原油から作られているんだよってことですけど、まあ、加工されているので、まあ、from を一応使いますと。made of の方はもう見て、パッと原料がわかるとか。例えば、このデスクは this desk is made of wood、まあ、木でできてるってね。まあ、見たまんまで何が原料か分かるときは、まあ、一応 made of を使いますけど。まあ、豆知識ぐらいですかね。まあ、どっちも意味は一緒です。なんとかでできてるって意味ですね。はい。で、made from を踏まえた上で、まあ、この文章がすごい難しいと思うんですけど、まあ、目的格の関係代名詞っていうのが使われていて、まあ、二文がこれもう一文になってるんですね。こうなんか組み込まれてるんですよ。で、そのまあ2文を見ていくんですけど、まず1文が The clay actually improves the flavor of the tea。で、そのクレイ、泥っていうのは、これはまあ訳さかないですね。まあ実際みたいな感じ。improve、まあ進歩するとか、良くするとかいう、そういう意味ですね。良くします。何をかっていうと、The flavor of the tea、ティーの味をより良くしますっていうのが1文。で、もう一つは、cool house っていうのは、are made from the clay。cool house っていうのは、その粘土からできています。っていう、この二文が、まあ一文になっていますと。で、目的格の関係代名詞としては、この the clay とこの the clay が、まあ一緒ですと。一緒なので、まあ、これを that にするんですけど、この clay は消すんですね。消えて、ここの that に、出てきていますと。で、本当はここの from の後に the clay があるんですけど、関係代名詞の目的、関係代名詞の目的格っていうので、ここに本当は the clay があるんだけど、これを消してここに持ってきて that になっています。なので、よくよく見てみると、この二文がこの一文にまあ隠れているような形になっているんですね。これまあ非常に大切なので、ちょっとね、よくよく復習してみてください。で、以上を踏まえた上で、まあ、もう一回見ていくと、まあ、there are several reasons。まあ、そこには、several、いくつかの、まあ、reason、理由がありますよと。どんな理由かっていうと、reason why、cool huddles are better。まあ、なんで cool huddles が良いのかと。で、than、何々より良いのか。than plastic teacup。 プラスチックティーカップより、クールハウスがより良い理由ですね。にはいくつかありますよと。で、first、まず、after、they、これはクールハウスですね。クールハウスが、they have been thrown away。これさっきやりました。まあ、捨てられた後。クールハウスが捨てられた後、このクールハウスは、they soon、すぐに、まあ、ブレイクダウン、壊れて、ブレイクダウンイントゥ、で、サブスタンシス。まあ、サブスタンス、物質になりますよと。壊れて物質になりますと。で、その物質っていうのは、どんな物質かっていうと、
that で修飾してて、that do not harm the environment。まあ、環境を害しないような物質に変わるんですね。で、セカンド2番目としては、the clay。 そのクレイは、that クルハダスは made from。まあ、クルハダスの原料になっている、そのクレイっていうのは、the clay は actually 実際、improve、まあ、改善します、より良くしますよと。何をかっていうと、the flavor of tea、 ティーの味をより良く改善しますよっていうような、まあ、意味になります。で、まあ、クルハダスですけど、まあ、こういうものらしいですね。まあ、もし Switching back to full 興味がある harvest. 方いたらね、リンク貼っとくの India's で、まあ、railways have みてく decided だ to さい。unlawfully こう add いうやつ full ですね。harvest. こういうのが、まあ、クルハドスっていうらしいです。